はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。今回はローテーションの方のロイヤルデッキで、やっぱロイヤルなんだよなってことで、若干コントロール要素のあるミッドレンジロイヤルです。中盤を意識してます。で、一応レジェンドでね、追加された普及の王城も入れてるんですが、基本的には7ターン目もしくは10ターン目に、7PP10PP 払って使うって感じですかね。7ターン目だったら、ゴールドのね、追加された栄光のフロントガードジェネラル、10ターン目はディオネを出してくれるということで、10ターン目だったらレイサムが出てた場合ね、かなりディオネさん強いので、まあ悪くないんじゃないかなと。あとはまあそうですね、一般的なミッドレンジリーシャさんもいるよといった感じのデッキでございます。王城がどうやって輝くのかって感じですね。フロントガードジェネラルが出てから、ウィッチに対してまあまあ有利に、有利ではないけど互角に戦えるようになったんですかね。フロジェネがね、相手の能力で選択できないを持っているから、ウィンドブラスターとかも無効化するんですよ。悪撃も使えませんということで結構強いです。ということでやっていきましょう。レッツゴー。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあ、それではやっていきましょう。お相手さんは、ワイ、ウィッチですね。はい、ウィッチは、しのぎおじ、期待しましょう。先行を引きました。先生、どうぞ、お相手いたします。おう、ジョーは、置いとく？いらない。この2つはいらないでしょう。2コストのフォロワーが欲しいところですね。リオードか、3奪の従者か、どっちかが欲しいんですが、王将置いとけばよかったかな。王将置いとけば、まあ2ターン、わー、帰ってきやがった。帰ってきやがったとか言っちゃったよ。1ターン目動きはなしか。ありがとうございますー。俺のもの。従者はまあいいんだけど、一応相手だとね、マジックミサイルあるからな。マジックミサイルが一番いいや。次アイテールはほぼ確定。はい、マジックミサイルですね。さよなら。奪うんだよ。オッケー、アイテールですね。ゼッタ、5ターン目の動きがね、最悪エンジェルシュートだぞ。リーシャは1コスト2コストの兵士と合わせて使いたい。白人の剣舞はやっぱリオードからの白人の剣舞が強かったんですけどもね。どうですかね、リオードさん。リオードさん次来たら潜伏あり思ったけど、その人は当たんな。サンサン、うーわー、エンジェルシュートで消しますか。許します。エレノアが出てきたってことはこれスペル軸だぞ。スペルカードいっぱいあるんじゃないか。まあどっちにしろ4ターン目はあいつ出てくるだろう。この手に希望と抗う心をっつってな、多分あの子が出てくると思うんだが、どうだ、迷ってるってことはない説、迷ってるってことはもしかしたらない、あるんですね。はい、あるんですね。どうしたもんかね。5コスト、それがリーシャに何かくっつけられたらいいんだけど、リペアモードで、まあそうだよな、ディオネ。じゃあちょっとリーシャで、普及の王城を使います。残り PP が1なので、1コストの出てくフォロワーが出てくるとリペアマスターですか。正直嫌ですね。可能であれば、クイックブレーダーが来てほしかった。クイックブレーダーの方が多く採用してるんですけどね。おかしいですな。さっきお相手さんソニック4使ってないから取られちゃうんだよね。エレノアが入ってる機械ウィッチはないと思うけどな。どうだろう、マシンブック操作が出てきたら笑うよ。ここでここで出てきたら笑うよ。エレノア何かをスペブしているんですよね。マジックミサイル、ソニック砲は使わない。進化はしますか。進化したら次の手札が燃える。進化はしないと。
まあどの道ゼタさん出すつもりだったんですけど、ゼタさんあれで取られちゃいますね。あのソニック4、ソニック4で取られてしまいますが、まあ7ターン目まで繋ぐことができた。今のドローでリーシャさんが来てるので、8ターン目レイサムさんが来なかった場合、リーシャ&ベアトリックスっていう動きもできると。シノギョージが2人来てるんで、進化使ってって感じかな。可能であればまた1コスト2コストの兵士カードが来てくれれば進化数を稼げるんですけどもね。リーシャでマジでさ、スペベルばっかりだな。一応救いなのがあいつが出てきてないね。あの2コストのあのソロモンが出てきてないので、おークラークはまあそもそもないですけど、ソロモンが出てきてないので、まあ良いんですけど、行くかしのぎょうじ。で進化して置いときます。進化して置いとくことによって、しのぎょうじが死んだ時、出てくるフォートレスガード、重厚なる盾を見ようが、あの33プラスされるんで44になって出てくるのかな。それによって今 さっきのターンでお相手さんが最後に手に入れた真理の術式、あれもあれで死ななくなるし、まあいいんじゃないでしょうか。ただまあフォートレスガードなんだっけ、ただもう名前がちょっと思い出せないけど、重厚なる盾を見ようはあの選択できちゃうので。3人目のエレノアさん、どんだけ引いてるの。十分さ、何をやるつもりでしょうか。お相手さん残り PP1 なんで、今手に入れたエレノア進化で手に入れたやつは使えない。悪劇、いやまさか悪劇知ってた知ってた。レイサムさん来ない。じゃあもう一丁しのぎ押し、私がしのぎ切る、頼むぜしのぎ押し。7コス56ラストワード選択できない持ち、強いぞやっぱしのぎ押し。いやまさかこいつが8コストにね、なあ袋ことはねえよな。7コストの指揮官は結構8コストに弱体化っていうかコスト上がってるからな。アーサー王がさ、少し前に7コストに戻ったけど、今アンリミテッドで7コストに戻ったところでなんだよね。もっと強いデッキがあるからな。お相手さんの動きが止まりましたよ。しのぎおじ生き残れば白人の剣舞とかもあれですよ。プラスこっち先行取ってるんで、リーシャのトワイライトソードもね、手に入れようと思えば、愛徳、禁忌の獣、絶望の気前だそれ。楽しんでくださいませ。スペブが足りていなかったようだ。運の知れ、そしてついえろ。めっちゃ切れてますやん。なる盾を見よう。あ、取られてはしまうのか、取られてはしまうのかってなんか日本語あれだけど、取られちゃいますね。遊んでくれたみたいです。さーて従者は次かな。世界は我がところに。これでまた次最後のしのぎ王子が出てきてくれたら、手札に来てくれたらあれだね、あれができる、あの死んだ時のやつ、これ回復しなくていいか。絶望のキマイラうるせえな。絶望のキマイラな、あんまり使ってる人見ないからな。多分お相手さんスペブ軸ということもあって、あれだと思うんですよね、予言の時さ、約束の時さん、予言の時で約束の時なんだっけ、開闢の予言者ね、あいつだと思うんで、あいつ出されたらもうこっちほぼほぼ対処できないぜ。どうですか、おやつさん4コスト払ってあれしてきたけど、ライオンも出せてないよね。ん？待てよ、ライオンもいらないっていうか出してない、これゴーレムか。ウィッチのアディショナルカードで追加された究極錬成だっけか、あれが確かね、そんなやつだった。3コストでスペブを何回かしてれば、うん、
アルティメットゴーレムって進化できなかったっけ。お相手さんミスったが、闇を照らす勇気の光。ここはベアトリクスで行こう。私に任せろ、私に任せろ、明日を開くぜ、うりゃからのこっちに当たります。任せるよ。トワイライトソードがあり、白人の剣舞であのゴーレムを取る。ああそっか、普及道場の効果をちょっと忘れてました。あの10ターン目以降だと、あの我が忠誠は鋼のごとしが出てくるわけですね。ターン終了時です。ターン開始時に出てきてくれたらすんごい嬉しかった、うん、それか相手のターン終了時かな。これだとね、ほんと使いにくいんだよこの22 これはちょっと使いにくいんだがね、まあ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 。お相手さん、これから出てくるゴーレムは、あの、究極錬成じゃなくて、アルティメットゴーレムになるんで、クレイゴーレムか。クレイゴーレムがアルティメットゴーレムになるから、毎回進化できる。おぉ !7 コストで悪撃、こいつは嬉しい。ほら、0コストの悪撃とか、だったら先に使ってた。真実だけで十分さ。これはリーシャ、諦めた。お相手さん諦めた。僕トワイライトソードあるんですが、トワイライトソード、お相手さん最後諦めた説あるね。積むられた過去を超えてみせる。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。